やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、100円均一、セリアで掴んできたこれ、アット級の、両耳ステレオマイク付きイヤホンだ。そりゃステレオなんだから両耳でしょうよ、というツッコミは置いとこう。売り場ではわかりやすいのが正義なのだ。このアット級っていうブランドは、実は、100円イヤホンの中で最高クラスと噂される。人の声がよく聞こえるイヤホンを販売しているところでもあって、他のモデルも、どれも100円ながら、実用に頼るレベルの商品が多かったりする。今回は、2010年代中盤くらいのゲーミングなデザインの、このイヤホンをテストしてみよう、となったわけだ。外装は、中国の通販サイト、アリエクスプレスでも同じタイプを見たことがある。というか、日本に流れてる100円均一イヤホンは、大抵専用のものじゃなくて、向こうのものを国内向けのパッケージや仕様に調整したものが販売されることがほとんどだから、このイヤホンも、多分現地仕様のものの商変更で国内に投入されたんだと思うな。基本的に、この価格帯のお安いイヤホンの構造はどれもこれもかなり似通ってて、背面にピンホールの排気口、そして、ドライバー、ノズル、ベントが直線上に直角に並ぶ形になってる。ドライバーのサイズなんかもほぼ共通のはずなんだけど、それでもドライバー品質がピンキリだったりして、最終的な印象が違う音が出てきたりするんだよな。外装は薄くて軽いプラスチック。ここもどれでも共通だ。ケーブルは断線に弱そうな最低限のもの。ついでに色好きなので、黒一色のものより劣化は早いはずだ。とはいえ、100均のイヤホンの寿命がちょいとばかり短いよりも、目につく方が大事そうなんだけどな。マイクが右側のケーブルについてる。だいたいこの手のマイクって、コストの低い商品だと、製造の手間を減らすために、分岐部分にスプリッター代わりについてることも多いんだけど、本製品だと、小型で邪魔にならないものが右側についてるな。イヤーピースは M サイズのみ。プラグは金メッキではなく、調整価格でしか基本見かけないニッケルメッキ。100円でイヤホンの形になってるだけでも、割と頑張りまくってる気がするな。で、そんなちょっと古いゲーミングデザインの本気なんだけど、あれ？普通に使えるぞ？音質は普通に優秀な部類。この会社の製品には、人の声が聞き取りやすいイヤホン、という正解があるので、そっちには劣るものの、人間の声以外の完成度はかなり高い。ただし、ちょっと中音域あたりの改造感が変。おそらく、軽すぎる外装が反響して悪さしてるんだと思う。このレビューに使ってるゆっくりボイスなんかは、全部口でも抑えられて誘拐でもされてるんかって感じにくぐもるぞ。こればっかりは、薄い外装と安いドライバーの宿命。また、空間もペライ外装部分のせいで、なんだか変に広がった音の鳴り方をするので、きっと違和感を感じるはずだ。でも、低音までちゃんと出てるし、高音域も潰れたりかすれたりしてない。人間が喋り出した瞬間に鼻ふっかましてくる、謎の人間に対する強い恨みを感じるものの、それ以外の楽器は普通に聞けてしまう。昔の100円均一イヤホンといえば、サブベースどころかベースまでカスカスだったのに、こいつ、意外に鳴らせちゃうんだよな、というわけで、お金を節約したい小中学生の君は買ってもいい。これくらいならちぎっても懐は痛くないだろう。アット級は外れが少ないので、狙い目だな。